ジャズ。ジャズは19世紀末から20世紀初頭にかけてアメリカ合衆国南部の都市を中心に派生した音楽形式。西洋楽器を用いた高度な西洋音楽の技術と理論及びアフリカ系アメリカ人の独特のリズム感覚と音楽形式とが融合して生まれた。演奏の中にブルーノート、シンコペーション、スィング、コールレスポンス、 掛け合い演奏、インプロビゼーション、即興演奏、ポリリズム、複合リズムなどの要素を組み込んでいることが大きな特徴とされている。その表現形式は自由なものだった。また、初期からポール・ホワイトマンやビックス・バイダーベックらの白人ミュージシャンも深く関わり、黒人音楽であると同時に人種混合音楽でもあった。演奏技法なども急速に発展した。 20世紀後半には世界の多くの国々でジャズが演奏されるようになった。後のポピュラー音楽に多大な影響を及ぼし、ジャズの要素、ジャジーを盛り込んだ曲が非常に多く発売されるようになった。ジャズはヨーロッパ音楽とアフリカ音楽の組み合わせにより発展した音楽である。スピリチュアル、ブルース、ラグタイムの要素を含み、ルーツは西アフリカ、西サヘル。 サハラ砂漠内縁に東西に伸びる大長の地域、ニューイングランドの宗教的な賛美歌やヨーロッパの軍隊を音楽にある。アフリカ音楽を起源とするものについては、アフリカからアメリカ南部に連れて来られたアフリカからの移民。多くは奴隷として扱われたとその子孫の人種を音楽としてもたらされたとされており、都市部に移住した黒人ミュージシャンによって、ジャズとしての進化を遂げたと言われている。 ラグタイムの有名ミュージシャンにはアフロアメリカンのスコット・ジョプリンがいた。ラグタイムは1900年頃から1920年頃まで人気の音楽となった。ニューオーリンズが発祥の地とされており、現在でもその語源ははっきりしない。20世紀初頭にはコルネット奏者のアフロアメリカン、バディ・ボールデンがニューオーリンズで人気を広し、ジャズの父と呼ばれる場合もあるが、 バディは1907年に活動停止し、本人による録音は残されていない。1917年、ニューオーリンズ出身の白人バンドであるオリジナルディキシーランドジャズバンドが、ジャズでは初の商業用レコードとなるデキシージャズバンドワンステップとリブリースタブルブルーズの2曲入りシングルをビクター・トーキング・マシンから発表。 初期のジャズは、マーチングバンドと20世紀初頭に流行したダンス音楽に影響を受けており、ブラス、金管楽器、リード、木管楽器ドラムスによる組み合わせの形態はこれらの影響に基づく可能性もある。初期は、黒人が楽器を買う金がなく、白人が捨てた楽器を拾って演奏することもあった。ジャズが普及していった理由は、ラジオが1920年代末には、 三分の一の家庭に普及し楽譜を売っていた音楽業界も蓄音機の発明によりレコード産業へと発展していったことが大きかった。ラグタイムは後のダンス向きなスイングジャズへと交代していく。アメリカの禁酒法時代、1920から1933年に地下化した酒場に集うミュージシャンによって、あるいはレコードやラジオの普及によって、 ダンスミュージックなどのポピュラー音楽のスタイルがまだまだ混然一体となっていた1920年代初頭にはアメリカを代表する音楽スタイルの一つとしアメリカ国内の大都市に急速に広まった第一次世界大戦から大恐慌までのアメリカの流星期がジャズエイジと呼ばれるのはこのためである1920年代にはイギリスでもジャズが流行り後のエドワード8世も 少年時代にレコードを収集するなど、幅広い層に受け入れられた。1930年代には、ソロ演奏が、それまで以上に、重要視されるようになり、ソロを際立たせる手法の一つとして、小編成バンドが、規模拡大して、ビッグバンドスタイルによる、スイングジャズが確立されるようになり、人気を博す。この背景には、人種的障壁で隔てられていた黒人ミュージシャンと、 白人ミュージシャンの媒介としての役割を果たしたクレオールの存在があった。スウィングジャズはアレンジャーとバンドリーダーの立場がより重要視されるようになり、特に代表的なバンドリーダーの一人であるルイ・アームストロングの存在はジャズとボーカルとの融合という側面。アームストロングはトランペット奏者でありながら自ら歌も歌ったにおいて重要な役割を果たした。一方で、 保守層やファシズム政権等では黒人音楽であり、傾聴不白な非音楽であるとして、ジャズを排斥する動きも起こった。アドルフ・ヒットラーのナチ党に支配されたナチスドイツ時代には反ジャズが政府の公式な見解となり、斜めの音楽、非喩、変な音楽と呼ばれ1935年に黒人が演奏するジャズの放送を禁止されるなど、様々な条例が作られた。 しかし当局によるジャズの定義が曖昧であったため、ドイツ人演奏家によるジャズ演奏自体は行われていた。また宣伝賞となったヨーゼフ・ゲッベルスは、すでに大衆音楽として普及していたジャズを禁止することは特策ではないとして、娯楽放送や宣伝放送にジャズを紛れ込ませた。その一方で、ソロを際立たせる別の手法として、 アレンジを追求したスイングジャズとは異なる方向性を求める、あるいはスイングジャズに反発するミュージシャンにより、即興演奏を主体としたビバップ等の新たなスタイルが模索されるようになる。1 9四十年代初頭にはビバップに傾倒するミュージシャンも増えていくが、1四十二年八月から1 9 4三年秋にかけてアメリカで大規模なレコーディングストライキがあったため、 初期ビバップの録音は、わずかしか残されていない。50年代には、チャーリー・パーカーや、ディジー・ガレスピー、セロニアス・モンクラによるビバップが誕生し、多くの録音を残した。ジャズの前世紀であった1950年代には、クール・ジャズ、ウエスト・コースト・ジャズ、ハード・バップ等の新たなスタイルが登場し、モダン・ジャズの流れを作り出すことになる。ナット・キング・コール、メル・トメ、 ペギー・リーラの歌手もこの時期活躍した。1957年、フランス映画、ライウーンが監督、ロジェ・バディムで、ジョン・ルイースが音楽を担当し、サウンドトラックはジョンが在籍する、モダン・ジャズ・カルテット名義の黄昏のベニスとして発表。サウンドトラックを丸ごとジャズに委ねたのは、電気映画を除けば初のことであった。以後、 フランスでシネジャズと呼ばれる動きが起こり、マイルス・デイビスが死刑台のエレベーター、監督、ルイマルに、セロニアス・モンクが危険な関係、監督、ロジェ・バディムに、アート・ブレイキー・アンド、ジャズ・メッセンジャーがやられる、監督、エドゥアル・モリナロに、ケニード・ハムがキャッツを殺せ、監督、エドゥアル・モリナロに参加。1958年にはアメリカ映画、私は死にたくない。 監督、ロバート・ワイズに、ジェリー・マリガンや、アート・ファーマー等が参加し、以後アメリカでも、ジャズが、本格的に、映画音楽として使用されるようになった。1950年代末期には、マイルス・デイビスの、マイル・ストーンズ、カインド・オブ・ブルーといった作品で、モード・ジャズという手法が試みられ、即興演奏の自由度が増す。一方、オーネット・コールマニア、アルバート・アイラー。 サンララは、より前衛的で自由度の高いジャズを演奏し、1960年代になると、オーネットのアルバム名から、フリージャズという言葉が広まっていった。また、ジャズボーカルでは、ビリー・ホリディ、サラ・ボーン、カーメン・マクレー、エラ・フィッツ・ジェラルド、ニーナ・シモン、アニタ・オディ、ラも活躍した。白人歌手のヘレン・メイリル、ウテ・レンパーラも人気を集めた。 1960年代前半には、ブラジル音楽のボサノバに注目する、ジャズミュージシャンも多くなる。スタン・ゲッツは、ジャズサンバ、1962年をビルボード氏の、ポップチャート1位に送り込み、翌年には、ボサノバの重要人物、ジョアン・ジルベルト、アントニオ・カルロス・ジョビン等との共演版、ゲッツ・ジルベルトを制作、グラミー賞のアルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。 1965年にはリカード・ボサノバがジャズの曲として大ヒットしスタンダードナンバーとして認知されるまでになる。カー,ーティス・フラー、キャノンボール・アダレーやホレス・シルバー、ナット・アダレー、ラムゼ・ルイスラを中心としたソウル・ジャズ、ファンキー・ジャズも50年代後半から60年代に人気となった。1960年代までのジャズは一部の楽器、エレクトリック・ギター、 ハモンドオルガン等を除けばアコースティック楽器が主体だった。しかし、1960年代末期、マイルス・デイビスはより多くのエレクトリック楽器を導入し、ビッチェズ・ブリューを大ヒットさせる。同作に参加した多くのミュージシャンも独立してエレクトリック楽器を導入したバンドを次々と結成した。70年代に入るとエレクトリック・ジャズは クロスオーバーと呼ばれるスタイルに変容していく。この時期に大ヒットしたのがテオダートのツアラトゥストラは各語りである。さらには70年代半ばにはフュージョンと呼ばれるスタイルに発展していく。フュージョンのリー・リトナー、ラリー・カールトン、アルディメオララは FM ラジオなどで盛んにオンエアされた。スタッフ、クルセーダーズ、スパイロ・ジャイラ、ジョージ・ベンソン、チャック・マンジョーネ、 グローバー・ワシントン・ジュニアらも活躍した。だが、フュージョンは、そのポップ性、商業性、娯楽性から、フリージャズ、ビバップのアーティストやジャズ評論家、ジャズファンの一部から強い拒否反応を受けた。これは商業か芸術かといった、普遍的な課題の現れでもあった。1990年代のジャズは特定のスタイルが、主流になるのではなく、多様化が進んでいる。 フュージョンの光景とも言えるスムースジャズがその一つである。また、一人の演奏家が様々なスタイルでの演奏を行うことも多く、時には一回の演奏会で様々なスタイルでの演奏を行うこともある。ブラッドメルドーはザバットプラスと共にロックを伝統的なジャズの文脈で演奏したり、ロックミュージシャンによるジャズバージョンの演奏を行ったりしている。前衛的なジャズも、 伝統的なジャズも継続されている。またハリー・コニック・ジュニア等の歌手はポップスにジャズの要素を加えただけでジャズミュージシャンと呼ばれたりダイアナ・クラール、ノラ・ジョーンズ、カサンドラ・ウィルソン、カート・エリング、ジェイミー・カラムなど伝統的なジャズとポップスやロック形式の音楽を組み合わせて人気を博したミュージシャンも近年通している。フュージョンは1970年代に 人気のピークを迎えたが、電子楽器やロック由来の楽器をジャズに使用する動きは2000年代に入っても続いている。この流れは、パッド・メセニー、ジョン・アバー・クロンビー、ジョン・スコフィールド、ロバート・グラスパー・エクスペリメント、エスペランサ・スポルディング等に受け継がれている。戦前の日本にすでに渡ってきていた洋楽には、ジャズと単語があった。初期のジャズ演奏家には、 伊田一郎や旗の兄弟、東洋音楽学校卒の旗のオーケストラがいた。伊田は1923年に日本で初めてのプロのジャズバンドを神戸で結成した。宝塚少女歌劇団をオーケストラ在籍時の仲間と組んだラッフィングスタージャズバンド、伊田一郎とラッフィングスターズも存在した。1928年に伊田は足田光ちと結成した。 チェリーランドバンドを率いて東京に移った。ブルジョア階級の指定が交流をしたりもした。関西のプロたちが東京に流れた背景には1927年に警察が大阪市内のダンスホールを一斉閉鎖したこともあるとされる。当時のレコード業界はポリドール1927ビクター1927コロンビア1928 と外資系のメジャーレコード会社が設立された。関西トラストである定地区は異業種参入組のキング、第2本郵便会、すなわち講談者よりさらに遅い1934年だが、その年の12月に発売したリックミネのダイナがヒット。ダイナは最も多くカバーされた日本のジャズソングであり、江本健一はパロディバージョンでカバーした。最初のジャズソングとされるのが、 ニムラ・テイチがジーン・オースチンのマイ・ブルー・ヘブンをカバーした青空で1927年にラジオ放送された。レコードが発売されたのは翌年の1928年。A 面が青空、B 面がアラビアの歌だった。ラジオ、レコードで企画を立ち上げる人間が必要になり掘り打ち、映像が登場する。ジャズを演奏していた経歴を持つ神、京介の提案により、 コロンビアは高級で演奏者を集めスタジオ用のバンドが結成された。ハットリョイチは演奏力のあるバンドを抱えていた。ジャズはダンス音楽で踊るための装置の一つであった。大正時代には黒人のバンドが日本へ来たこともあったが、当時のアジアの音楽の窓口は上海であり、アメリカ文化の影響を受けたフィリピンであった。上海へ渡り腕を磨こうとした中には、 ブン文ーらがいた。1930年代のスイングジャズは時代の最先端であり、服部良一は1935年当時のデザインの流線型を題材にした流線型ジャズ、志村夫オットを世に出した。しかし、1940年10月31日限りで日本全国のダンスホールは一斉閉鎖された。行政警察を干渉する内務省。 映画や音楽を監督指導する情報局はジャズを適正音楽として禁令を出したが、抽象的すぎて何の曲がジャズに含まれるか、素人の役人に判別はできなかった。また1943年1月にはジャズレコードの演奏禁止、さらにレコードの自発的提出、治安警察法第16条の適用による強制的回収などにより、 米音楽の一層をずーたが、北村英二のように提出せずに、自宅でこっそり聴いていた者も,もいた。最終的には役人に協力する音楽業界の人間が、日本音楽文化協会、いわゆる、音文、音楽会の統制団体の省委員会にいる、軽音楽改革により、ジャズの演奏は禁止となった。この後ジャズ面の活動は、各種の異問談。 対米暴略放送へシフトしていく。ジャズメンジャズ歌手の重要人物として、三村定一、服部良一、淡谷やのりこ、リックミネ、シムラミチ文雄、堀内慶三、川畑文子、中野忠春、ベティ、稲田、伊大一郎、東松次郎、レーモンド・コンデラがいる。重要ではない人物として、コロンビア中野リズムボーイズ、 渡辺亮、フランシスコ・キーコ、飯山茂雄、山口とヨサブ森山久志、水島さなえ、ハット・ボンボンズラがいた。歌手としては、三村定一、阿波や紀子、バートン・クレーン、リック・ミネ、川畑・文子、中野・忠春、ベティ、稲田らが、ボーカルグループでは、コロンビア中野リズム・ボーイズやアメリカのドビルの影響を受けた、呆れたボーイズがそれぞれ、 都会人の一部の人気を集め、作曲家としては、ハットリ良一がジャズの要素を用いた曲を生んだ。日本へ進駐した連合国軍の音楽については、演奏した場所は、兵士の駐屯地、またはホテル、クラブ、店舗などがあった。駐屯地の名称は1952年には、キャンプ、進駐軍キャンプ、ベースキャンプと呼び、それ以降は、米軍基地と呼ばれた。 戦後の日本のジャズの最も早い例には、ニューパシフィックジャズバンドが挙げられ、1946年には、ブルーコーツの前身である、遠藤勲とスイングオルフェ・アンズが結成され、渡辺博志が、スター・ダ・スターズを結成した。戦後は、服部良一が作曲したブギュウギを、笠木・静子に歌わせたことから始まる。続いて、エリチ・エミ、ジョージ・川口、ティーブ、カ谷。 ムッシュ、カマヤツの父、ナンシー、ウメキ、セラユズルなどの優れた歌手、演奏家などが出、ジャズが大衆化した。一時期は、外国のポピュラー音楽をすべて、ジャズと呼ぶ風潮が広がったほどである。また、神戸や阪神館の学生を中心に歴史ランドジャズ、バンドが数多く生まれている。鈴木昭治とリズムエース、北村栄二らも音楽活動を始めた。 1956年に秋吉敏子が、1962年に渡辺貞夫が、バークリー音楽院、現バークリー音楽大学に留学。1963年には松本秀彦が、モントレージャズフェスティバルに出演する、等、国際的に活動するミュージシャンも増えていった。森安翔太郎、宮沢明、八木正夫、井ノ又岳志らも活躍した。 1960年頃、アートブレイキーのモーニング、1958年発表のヒットにより、ファンキーブームが起こった。1961年に発足、翌年改名したミュージシャンたちの勉強会新世紀、音楽研究所、改名前は、ジャズアカデミーに集った、高柳正幸、高島さ彦、日の野照正、菊池正明、山下洋介らが、毎週金曜日に、 銀パリでジャムセッションを行った。日野照正はそこが自身の原点だと述べる。1960年代、70年代から日本でもフリージャズが盛んになってくる。日本のフリージャズの先駆者となったのは安倍薫、高柳正幸らである。1970年代後半になるとフュージョンブームとなり、渡辺貞らもフュージョンアルバムを出すほどだった。 中央線沿線を拠点とするミュージシャンも多く登場し、1980年代後半、新制堂のプロデューサーが続くに中央線ジャズという言葉を提唱した。21世紀に入ってからも、H ゼトリオ、山中千尋、矢野沙織、寺久保エレナ、上原博美、国部博子、西山瞳、菊池聖光、小曽根誠らが活躍している。 過去に演奏されたスタイルと現在も演奏されているスタイルの双方を掲載している。ジャズを聴きながら楽しむ喫茶店。日本で1950年代後半から流行り、1970年代から下火となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。